ここを怠って急いでやってしまうと、ちょっとうまくいかないんで。はい、チューブTV。今回使っていくカラーが、まず根元の部分は、スローカラーの、白髪染めのやつですね。A8 じゃなくて A6、CA の6っていうのを根元は使います。ちょっと根元が明るくなる可能性があるんで、それを使って、そこからは2色で、ちょっとメッシュみたいな感覚でランダムに、もう1色はですね、白髪染めの A の10、CA の10っていうのを使います。で、もう1色は、スローのクリア剤 と、V、バイオレットの8、これを1対1に溶いたものをつけていきます。それをこうやって、それを、合わせてやっていきます。モデルさんのイメージがその白いメッシュに、まあ、グレージュみたいな感じだったんですけど、白は正直あと2回抜かないとちょっと無理なので、それは諦めまして、バイオレットカラーを薄めたのをちょっと入れていきたいと思います。まず根元をリタッチしていきます。大体手のひら分ぐらい、根元を塗っていきますね。でこの時に、まあ、ハケ使ってるんですが、根元のブリーチの部分が出ちゃると、まあ、すごいかっこ悪いんで、もうここはあえてハケを使って塗っていきますね。結構色が濁ってしまうんで、あまりいろんな色使わない方が、うまくきれいに艶、きれいに発色してくれると思うんで、あえてここは、シンプルに1色でいきます。1色ずつこう使っていくような感じですかね。あんまり混合してないですね、色は。明るいと明るいだけ色が濁りやすくなって濁ったのがすごい分かりやすいので、ここはあえて普通にいきます。今塗ってるのが、スローの CA の6ですね。ここで気をつけなきゃいけないのが、後で根元をまた塗り直すのがちょっとできなくなるんで、この時点で根元をしっかり塗っていかないとダメです。はい、根元塗り終わったんで、今度、毛先のカラーに入ります。それからイヤーとイヤーの延長線上のこの耳の付け根と付け根を結んだところをブロッキングしておきます。で今度はジャンプコームで塗っていくんですが、ここから2色入れていきます。縦にスライシングみたく入れていくんですが、まあ、大体ざっくりでいいので、下を4パネルぐらいに分けます。で、ここを入れていくんですが、ジャンボコームで塗っていきます。今塗ってるのが、グレーカラーの A10 です。結構荒場のこれ YS の、ジャンボコームなんですが、 YS のジャンボコームで塗っていきます。で次塗っていくのが、バイオレットですね。バイオレットのクリア剤で薄めたものになりますね。V8 ですね。V8 とクリア剤です。多分予測はオレンジなので、結構多分少しグリーンっぽい感じに仕上がってしまうかもしれないですね。ちょっとやってみないと分かんないですけど、はい、で今度また、半分に取って止めます。でまた同様にこう4パネル取ります。
で先ほど と,、違う順番でちょっと入れていきますね。これが V ですね。 V を入れていきます。はい、先に V を塗っちゃいますね。で、あのカラーの発色まではやっぱり時間が結構かかるんで、塗り終わってちょっとやばいなと思ってもまだ色が定着してるわけではないので、しっかり色を入るのをちょっと待ちましょう。ちょっと不安になる時もあると思うんですが、ある程度時間を置いてから見た方がいいと思います。はい、このような感じで塗っていきます。で、今度は一番上のパネルですね。はい、ここは5個に分けます。5パネルに分けていきます。先ほどよりも細いスライスになるんですが、また交互にですね、今度は A10 から入っていきますね。先に A10 を塗っちゃいましょう。 A10 が今回は、端真ん中っていうような感じですね。で、その間に挟まれているのがバイオレットになります。あとよくあるトラブル、まあ、僕もやっててあんまりないですけど、トラブルとしては結構この後ろの、クロスについてモデルさん本読んで 前かがみになった時に、あのカラーのこの毛先がね、ロングの場合はちょっとついてしまってクロスに、で、そのクロスのカラーがさらに洋服につくっていうことが非常に多いので、皆さん気をつけてください。後ろを見ないと分かんないと思うので、これ綺麗、こういう感じになります。はい、これがまた向けていくと、そしたら行くんじゃないですか。はい、毎日ここまでやったらちょっと大変自分でやるからまた。そうですね、後ろの写真を撮ってもらって。あ、もちろんもちろん。We'll be right back.